リアラーソバーチャル限定クイズ作家の読むです今日の問題はこちら5月24日から6月12日に行われるプロ野球交流戦この期間中ロッテの佐々木朗希投手がセ・リーグのバッターから奪う三振の数はそれでは解説です今年2022年4月2試合連続完全試合目前までいった日本の若きピッチャーといえば 今日本で知らない人はいないと思われる千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手です。現在はパ・リーグで活躍している彼がセ・リーグのバッターと対決したらどうなるのかそんな素朴な疑問を今回出題してみました5月上旬頃までの佐々木投手の脱三振率はおよそ15ですこれは1試合9イニングを投げた時に15個の三振いわゆる K を 相手チーームのバッターからっていることを意味しますペナントレースが始まってからはだいたい1週間に1回の割合で試合に出場交流戦でも同じペースで起用されるなら交流戦期間中に3回先発登板する可能性があります選択肢も1試合15系3回出場というのを考慮して数字を設定してみました果たしてパ・リーグの佐々木投手は セリーグのバッター相手にどのような活躍をするのでしょうか。私からの説明は以上となります。回答はこの動画、説明欄に記載のリンク先で答えることができます。ぜひ、あなたの予言力を試してみてくださいね。あなたにはどんな未来が見えていますかラーラ・パスティーラ